はいどうも、藤野130ケージです。ちょっとね、カンクレさんやってほしいっていう要望を何人かからもらったんで、プレイしていきます。これ仮箱で根塚置いてるんですけど、取れるのは絆の層のね、このバーに書いてる通り、忍さんなんで、いきますね。ちなみに初回プレイ5枚無料チケットもらえるっていう最強のオンクレですね。とっくに使ったけど。まず最初、この辺、一番右寄せで、奥側を狙います。この根塚ね、左奥に重心があるんで、最初手前振りすぎると手前側が沈んじゃうんで、あんま良くないですね。重心である奥を沈めるために、しっかり奥を持っていって、最初はこんな感じでね、奥側に隙間を作ってあげます。で、左奥の重心がもう沈みそうなんで、若干突き気味で、もうちょっとね、手前に景品を寄せて、OKOK。あー、めっちゃいい形になった。いいですね。もう、これ取れました。これ左奥に重心があるんで、この形で結構今、安定してます。で、もうこれね、実店舗でも決まる形ですね。もう説明いらないと思うんですけど、右アームをもうかなり寄せ気味で、手前の角を肘で回していきます。この斜面の、この辺。手前の底面のこの辺から滑らせてきて入れよ。OK。はい。これは来たやろ。これ来いよ。来いよ。OK 来た。よかった。はい。ってことで、1、2、3手ですね。3手でゲットすることができました。てか最強じゃないこれ。初回ダウンロードで5枚無料プレイチケットもらえて、3手で取れるってことは無料で取れるっていう最強の組み合わせのオンクレってことか。はい、まあね、そんなうまく取れることばっかりじゃないんですけど、まあ皆さんもよかったらゲットしてみてください。結構ね、面白いオンクレなんで、よかったらね、挑戦してみてください。ということで、以上藤野130ケージでした。ご視聴ありがとうございました。